動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人の気持ちと今後の行動についてというねテーマで、リーディングしていこうと思うんですが、まあ、今回ですね、まあ、動画のタイトルにもあります通りコラボ企画ということでですね、まあ、すでに、もうゲストの名前が載っているかもしれないんですけれども、今回ね特別ゲストとしてこの方に来ていただいております、ノーママタロットさんです。よろしくお願いいたします。はい、はじめまして、ノーママタロットです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、この挨拶をね真似していただいたんですけれども、まあ今回ですね、まあコラボということでね、まあ、前回はあのレンさんというね方とコラボしたんですけれども、今回はノンママタロットさんというノンママタロットさんとまあコラボさせていただいたということでね、まあ合同リーディングという形で、まあ今回あの人の今の気持ちと今後の行動についてということなので、まああの人の気持ちの部分をね私の方でリーディングしていって、まあ今後の行動ですね、あなたが今気になっている方のまあ行動を、まあどういうふうな行動をとって行かれるのかというのをね、ノンママタロットさんに、はい、ですね、リーディングしてもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、まあ、詳しくね、まあ、その対談の部分は動画の最後でね、また撮影していこうと思いますので、そちらもぜひねご覧いただけたらなと思います。はい、今回も3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、Cとさせていただいておりますが、まあ、今回ねカードの絵柄すべて同じになっているんですけれども、まあ、上のね招き猫の色が、まあ、違いますので、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いします。ノイママさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、まずはじめに A もしくはねこの黄色の猫をお選びいただいた方のリーディングしていきたいと思います。今回ですね、まあ、カードをオープンする前に、まあ、上のカードですね、こちらがですね、あの人の今のお気持ちということでね、あなたが今気になっている方がどんなお気持ちでいらっしゃるのかっていうのを私がね、リーディングしていこうと思いますね。そして下のカードですね、こちらが、まあ、そのあなたが気になっている方が今後ねどんな行動を起こそうと思っていらっしゃるのかっていう部分を、のままさんにですね、はい、リーディングしていただこうと思いますので、早速ね、はい、カードのオープンからしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあその野間さんのカード、はい、すいません、お願いします。これちょっと待ってくださいね。はい、こっちも開けていいですか。はい、はい、それがアドバイスカードですね。はい、はい、はい、こちらのカードが出ました。ではですね、早速ね、上のカードから見ていきたいと思います。あなたがですね今気になっている方の今のお気持ちということなんですけれども、そうですね、まあ、いろんな葛藤が今あるのかなというのがね、まず読み解いたところになります。まあ、それぞれね、見ながら詳しくお伝えしていこうと思うんですが、まずこのカードからね、見ていきたいと思います。はい、このカードですね、ソードの6というカードになるんですけれども、まあ、このカードね、まあ、進路変更という意味を持っているカードになります。すなわち今までね進んできた道であったり考え方であったりね、物の見方を変えて、まあ、先に進んでいこうというね、まあ、そういったお気持ちを表すカードになるんですけれども、何かねこう古くなったものであったり、今までね、自分がこう固執していたものとかね、なんかこうこだわっていたこととかね、まあ、そういったものを手放してね、あなたの元に、まあ、進んでいこうというね、まあ、そういったお気持ちでいらっしゃるのかなと思うので、まあ、あなたとの、ね、関係を進めるために、まあ、少しずつね自分であったり自分の身の回りをねこう変えようとしていらっしゃるんじゃないかなと思います。
うん、なので、まあ、その今はねこうあなたの方向に進んでいくというね、まあ、準備段階というかね、まあ、それをこう着実に進めていらっしゃるというような形でね、まあ、それが、まあ、今まさにやっていらっしゃるんじゃないかなと思います。だから、まあ、あなたとしてはね、まあ、ただ待っているだけではなくてね、もちろんそのあなた自身もやるべきことをねやっていくっていうのが、ね、時間の有効活用にはなると思うんですが、まあ、お相手の方もねあなたの元にね、こう姿を現したりですね、何かこう進んでいこうとするためにね、いろいろこうやっていらっしゃるんじゃないかなと思うのでね、うん、まあ、あなたに、ですね、こう良い形でね、まあ、元気な姿を見せられるようにこう今していらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、次のねカードを見ていくんですけれども、まあ、こちらですね同じくソードのカード出ていますね。このソードの2というね、カードになるんですけれども、こちらのカードはね、まあ、二者択一という意味のカードになっています。うん、まあ、ここね、二つの剣を持っている人がいますけれども、これがですね、まあ、まあ、この、まず人がね、お相手の方なんですけれども、お相手の方が二つの選択肢を目の前にですね、どちらにしようかなというのをね、まだこう決めかねている、まあ、そういった優柔不断な状態を表すカードにもなります。まあ、二つの選択肢ね、まあ、いろいろこう考えられると思います。あなたのもとに今進むべきか、それともまだ待つべきかとかですね、まあ、あなたを取るべきか、それともね、何か同じくらい重要なものを先に取り組むべきかとかね、いろんな二択を目の前にして、まだ選び取れない。というね状態になっています。まあ、先ほどのカードと合わせて言うならば、お相手の方としてはあなたの方向に進む選択肢を取ってね、関係も進めていきたいけれども、何かねあなたと同じくらいお相手の方にとって大事なものであったり、緊急度の高いですね選択肢が今目の前にあるがゆえにですね、迷っていて、気持ちとしては進路変更をしていきたいんだけれども、まだ実際にね重大な決断っていうところまでなると、まだ決断ができていない、決断ができないような迷いのね心境であるのかなというふうにも思います。で、次ですね、こちらのカードを見ていくんですが、はい、このカードはワンドの5というねカードになっています。まあ、これね、見ていただきますと、まあ、人同士がなんかこう争っているような姿が描かれているんですが、まあ、対人関係のねトラブルであったり衝突対立とかですね、まあ、そういった意味を持つカードになります。ですので、今のね、まあ、何でしょう、お相手の方の状況であったりですね、何かこう迷っている優柔不断なままあなたの前に姿を現したとしても、それはねあなたとのトラブルを招くだけなんじゃないかというね、まあ、そういった、まあ、思いもあって、なかなかあなたに近づけないということであったり、あなたに今こう近づくと余計なトラブルであったり問題を引き起こしかねないので、あえてあなたの元には現れない、まあ、距離を置くっていうことをしていらっしゃるのかもしれません。だからあなたのことを嫌いになったりとかね、好きじゃなくなったから今あなたの元に会いに来ないとか連絡を入れないんじゃなくて、トラブルを回避したい、まあ、その思いがあってね、今はあなたに会おうとしていらっしゃらなかったり、連絡を取るっていうこともあえてこう控えていらっしゃるんじゃないかなと思います。だからそういった配慮の上で今の行動というかね、うん、あなたに対する接触機会が減っていたとしても、そういった背景があるんじゃないかというのがですね、まあ、今回出た結果から読み取ることができました。なので、まあ、このね、まあ、迷いであるとか衝突を、ね、回避したい、その思いが、まあ、ちょっとあって、あなたに対する行動面としては、まあ、控えている、まあ、少なくなっている部分はあるのかもしれないですが、ゆくゆくはねあなたの元に進んでいけるような状況にしていきたい、まあ、その状況を作り出したいとかね、その選択肢を取りたいというふうなねお気持ちではいらっしゃるのかなというのが、まずは気持ちの部分で読み取ることができました。ということでね、まあ、お気持ちを見させていただいたので、次ですね、下のカードをですね、あなたが気になっているお相手の方が今後どういうね行動を取っていこうと思っていらっしゃるのかというのと、まあ、アドバイスカードですね、まあ、こちらもですね、のんママ様に、ですね、はい、読んでもらおうと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、うん、行動として先生と一緒で全く同じ、これはルノルマンカードで、道のカードであるねんけど、2つのことで迷ってます彼は。うん、今悩んでることどうしようかっていうのを今岐路に立たされてる状態にいてます。うん、でどっちの道に行くかっていうのを今自分で考えて、これからどうなるのかっていうのをこの次のところでもっと
あなたとコミュニケーションを取りたいって、これ手紙のカードやねんけど、これはまあ素敵な連絡が来るとか、まあそういうことで、よく先生が言ってたみたいに、今ちょっと2つのことで葛藤してはるみたいで、で下にも行動で岐路に立たされて、それを決めると、うん、彼はそれを決める行動をして、それであなたともっとコミュニケーションを取りたいっていうふうに思っています。でもっとあなたのことを、このこれは架空大凶だったかな、虫眼鏡やねんけど、これはもっとあなたのことを もっとよく見るというカードと、もっと僕のことも見てほしいっていう意味でこれが出てきてます。で多分今ちょっとコミュニケーションが取れてないところがあるんじゃないかなと思います。それでもっとコミュニケーションを取って、もっとお互いよく見て、そこでしっかり決めていこうって、彼は行動をしていこうと、あなたの元に行こうとしています。はい。でこれは一番さんへのアドバイスとして、考え直しなさいっていうカードが出ました。これはどちらにとってもらっても構いませんけど、今あなたが、うん、一番さんがもうね無理って思うんであれば考え直してもいいと思うし、でも彼は今一生懸命葛藤してる中、あなたのところに行くっていうところで、あなたがもうやめようかなって思ってるのを考え直しなさいっていう意味で今回は出てきていると思います。だからこのまましばらくちょっと彼がちょっと上も下もね葛藤してる部分があるんで、岐路に立たされてるっていうところがあるんで、ちょっとそれを待ってあげて、あなたが彼の元を離れていったりとかするのを考え直しなさいっていう意味で出てきたと思います。うん、先生どうでしょうか。はい、ありがとうございます。うん、まあ共通して言えることとしては、お相手の方ね、今ちょっとこう人生において重要な時期にいらっしゃるのかなというふうに思います。うん、で、まあ皆さんもね、人生における重要な時期っていうのは、なんかこう大胆にね、こう決断とか行動っていうのがやっぱりこうしにくかったりすると思うんですよね。そういう重大大事な時期っていうのは、よりこう慎重にね、うん、物事を考えがちな傾向が人間ね、誰しもまあ人によっては違うかもしれないですけどもね、まあそういったものがあって、まあ非常にそしたら結婚かもしれないですね。そうですね。うん、そういった、まあ、本当にこうね、あなたのことを真剣に考えているからこそ慎重になっているんだと思います。うん、ですのでね、まあそこであなたが何でしょうね、例えば早く決断してほしいとか行動してほしいというような形で、何でしょう、あなたとしては答えが欲しいのかもしれないですけれども、それがちょっとね、まあ今のお相手の方、まあちょっと神経質になってしまっているので、ポジティブなメッセージもね、なんかこう、ネガティブな方に捉えてしまう可能性もあったりしますので、まあその辺はね、まあお相手の方を、まあ温かい目で見るというね、まあそういったもうあなた自身が何かこう新たなプレッシャーを与えるような立場ではなくてね、それこそまあ支えてあげるような、まあそれこそ今ね、まああなたのパートナーとしてのね、うん、あり方っていうのがね、すごくこう問われるような時期でもあるのかなと思うので、まあ、2人でね、この大事な時期をまあ乗り越えていくというかね、まあ、あなた自身も寄り添っていくと、ね、お相手の方、先ほど進路変更っていうのもありました通りね、あなたの道に進む方を選んでくださると思いますし、逆にね、あなたがちょっとお相手の方にとっての驚異的な存在になってしまうと、まあ、あなたの方ではない選択肢を取るというかね、それをまあ考えられるかもしれないのでね、うん、まあ、そういった意味で考え直すっていうのが出ているのかもしれません。うん、なのでね、まあ、そういった形で、まあ、良い方向でね、あなたに対しては、いい結果を見せたいというね、まあ、そういった思いはあるんじゃないかなと思いますのでね。すごいですよね。うん、でもこうやって一層こうやってリンクするっていうのはね。そうなんですね。うん、なのでカードってすごいと思いますね。はい。うん、まあ、だからいろいろなね、その思いが出てきているんだと思うのでね、うん、まあ、今回出たね、内容について、まあ、参考にねしていただけたらなというふうに思います。うん、はい。ということでね、こちらですね、A もしくはね、黄色の猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。まあ、今回のね、ありがとうございました。野村さんも。はい。
ありがとうございます。引き続きね、まあ、B、C の選択肢、まあ、そしてね、動画の最後には、少しね、ちょっと対談の、動画も撮ろうと思っておりますのでね、ぜひ見ていただけたらなと思いますし、概要欄にですね、のんままさん、まあ、ですね、チャンネルで、はい、私がコラボしている動画もね、はい、リンク貼っておりますので、ぜひね、そちらのコラボ動画も見ていただけたらなというふうに思います。はいはい、ぜひぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今回もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次に B もしくはね、この赤の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。今回ね、まあ、カードのオープンの前に、まあ、カードの説明からさせていただくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方の今のお気持ちということで、あなたが今気になっているお相手の方があなたに対してどんな気持ちを抱いていらっしゃるのかっていうのを表すカードになっています。でこちらは私がリーディングしていくんですが、下のカードですね、こちらに関しましては、あなたが今気になっているお相手の方が今後ねどんな行動を取ろうと思っていらっしゃるのかっていうことと、あとアドバイスカードもね、あるんですけれども、こちらをね、のんままさんに、リーディングしていただこうと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではね、早速カードのオープンからしていきます。はいはい、じゃあ下のカードすみません、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらのカードが出ました。ではですね、早速ですけれども、上のね、カード、まあ私のリーディングの方から見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、出たカードを見させていただいたところとしてはですね、うん、まあ、ですね、まず読み取れたのが、お相手の方はね、あなたとの関係というものを発展させていきたいという気持ち、だから上昇志向があるわけなんですね。成長意欲といいますか、そういったお気持ちを抱いていらっしゃる。ただ、お相手の方の今置かれている状況が、実際にあなたとの関係を成長させるのに、まあ、ふさわしくないというかね、それがちょっとこう、不可能に近いというと言い過ぎかもしれないですが、なかなかね、それを、まあ、気持ちをね、形にしづらい状況にいらっしゃっていて、まあ、その中でね、ちょっとこう、焦りであったり、あなたとの関係が本当にね、自分の今思い描いているイメージ通りになれるのかなっていうね、そういった不安も抱いていらっしゃるのかなと思います。うん、で、その不安がね、お相手の方のいろんな部分をね、こう、崩している、バランスを崩しているっていうね、そういった状態でもあるので、うん、まあ、ちょっとね、このあたり、それぞれのカードを見ながらね、詳しくお伝えしていこうと思います。まず、このカードからね、見ていこうと思うんですが、はい、こちらのカードですね。これ、ペンタクルの9というね、カードになります。で、このカードなんですけれども、まあ、実りの教授というね、意味のカードになっています。すなわちね、その、まあ、努力して、うん、したりだとか、頑張ったことですね。一生懸命頑張ったことが、実って、そしてね、大きな成果としてそれを受け取りたい。まあそういう意味のカードになっていてね、あなたとの関係を良くしていくために頑張ったこと、努力したことが結果につながる。だからそれが実際にね、あなたとの幸せにつながるようにしていきたい。まあそういったね、お気持ちを表すカードになっていて、本来はもっともっとあなたとの関係に積極的に関わっていきたい。積極的に関わっていって、それを結果につなげていきたい。まあそういったお気持ちを持っていらっしゃるんですね。うん。だから現状に不満を抱いているというかね、今の関係性のままがいいとかね、例えば今の関係がなんか曖昧な状態ですね、友達以上恋人未満のような関係であって、でもうそのままでいいみたいなね、そういうわけではないんですね。本当はもっとさらなる上のステージに行きたい、うん、関係を育てていきたい、本当はこう恋人となってとかね、結婚を目指してとかね、真のパートナーとしてとかね、いろんなこう、さらなる上を目指していきたいというお気持ちを、このカードは表しているので、その気持ちは持っていらっしゃるんですが、実際にね、お相手の方が置かれている状況がこれだと思うんですね。で、こちらのカードは、このソードの8というカードになっています。で、このカードですね、まあ見ていただくとね、非常にイメージが湧きやすいのかなと思うんですが、まあちょっと絵の都合上ね、ここはなんかこう、絵では描かれていないんですけども、このね、真ん中にいる人がお相手の方で、体全身をね、こう、まあ、ぐるぐる巻きにされていて縛られている、そして目隠しもされている、そして周りには剣で囲まれていて身動きが取れない状況なんですね。うん、
まあ、なので八方塞がりというね、意味のカードでもあったり、自由が利かない、まあ、融通が利かないとかもね、そういった意味のカードにはなるんですが、お相手の方ね、だから何かに今とらわれているということであったり、何かに時間を奪われている、自由を奪われている、制限を受けている、拘束されている、監視を受けているね、いろんなね、ものにこう囚われていたり、まあ、しがらみからね解き放たれることができなくて、まあ、何かこうね、ずっと同じ場所に居続けなくてはいけないみたいな、うん、本当はねこの場所から抜け出してあなたの元に行ってあなたとの関係を育てていきたいのに、ずっと同じ状況、同じ場所、同じ環境にいなくてはいけない、まあ、いさせられているっていう状態かもしれないですね、監視を受けて、うん、だから自分の気持ちと今目の前にある現実が、ね、かけ離れすぎていて、先ほど少しお話ししましたが、本当に自分がイメージしているものが現実になるんだろうか、そういった、まあ、その疑いであったり不安であったり、あと焦りですね、いつまで自分はこう囚われた身のままなんだろうか、ね、もしかしたらこの先もずっと同じ状況は続き、ね、あなたのとのこの願い夢というのは叶わないものになってしまうんじゃなかろうかとかね、自分が囚われている間にあなたがもうね愛想を尽かして次のところに行ってしまう、違う人に行ってしまうんじゃないかとかね、そういった不安とか焦りをね感じていらっしゃるわけなんですね。で最後こちらのカードを見ていくんですが、このカードはですね節制というカードの逆位置になります。うん、でこの節制というカードは調和とかですねバランスという意味のカードになっていて、まあ、それらがこう保たれることで安定した状態というのを表すカードになりますが、これが逆位置で出ているんですね。だからいろんな状況が今不安定なわけですね。それは精神状態であったり、もしかしたらお相手の方の暮らし生活が不安定になっている、生活が不安定になることで精神も不安定になっていたり、まあ、あとはですね、まあ、お仕事をされている方だったらお仕事の、まあ、例えば会社の状況や経済面の問題が不安定になっていて、将来に対する、まあ、不安ですね、うん、だからいろんなバランスを崩しているっていうふうにお伝えしたのはこのカードが出ていたからなんですね。このカードが出ていてすごく精神的にもかなり不安定になりがちな状態の中で今置かれている状況はこれだと、ね、囚われている身だと、まあ、不安だから今の場所を離れられないっていうことも考えられますけれども、そういった目の前の現実と自分の抱いている理想がかけ離れすぎていて、果たして自分のね運命はどうなるのか、あなたとの運命はどうなるのかっていうことが、明るい未来を描けるというよりかはどちらかというと今はネガティブなね、未来しか思い浮かばなくて、ちょっとこうね、うん、気持ち的にも、まあ、少しね落ち込んでいらっしゃる部分はあるのかなと思うんですが、まだ あくまでもねあなたとの未来を諦めているっていうわけではないと思うので、希望はねまだ持っていらっしゃると思います。なんとかねこの状況から抜け出してね、実際にあなたとの関係を豊かにしていきたい、充実していきたいっていうね思いは持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、これがね、今のお相手の方のお気持ちとしてね、出ていたものになりますので、次ですね下のカード、こちらねお相手の方が今後ねどういう行動を取っていこうと思っていらっしゃるのか、そしてまあ最後アドバイスカードもありますので、こちらをですねのんままさんに、はい、ですねリーディングしてもらおうと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、まずこのクマのカードが出ています。これは今後の行動として、うん、ルノルマンカードではね、これは独占欲とかそういう意味があります。あと権威的とか、まあ、威圧的とか、そういうちょっと上の立場で痛いとか、喧嘩した時とかでも痛いっていう、まあ今ちょっと不安になってるから、あなたに対してあなたがどこかに行かないかと思ってすごく独占欲を湧いているかもしれないですね。もともとこの人は多分独占欲がすごく強いと思います。だからそれが、独占欲をちょっと抑えようかなって、今後の行動として、今ちょっと不安定な状態でいてるから、ちょっと縛りつけてる自分もいてると思うんでね、2番さんのことを縛りつけているっていう感じが見えます。でまあその独占欲っていうのをなくしていこうと思っているか、もしくは独占欲がきつくなるか
うん、まあ、あのもともとこの人自体があの独占欲がすごく強いっていうのがあるので、まあ、喧嘩した時に2番さんにちょっと威圧的な態度を取ったりとか、上から物を言ってきたりとか、そういうことをして自分が上の立場でいたいっていう意味であるけど、それを今後はまあなくしていこうかなって思ってるんじゃないかなと思います。でそれで、まあ、これとつながるねんけど、やっぱり独占欲が強いから、これは無知のカードでね、これは、まあ、あのトラブルとかそういうのを意味します。でこれはやっぱり喧嘩してる2人がいてるんじゃないかなと思います。で今ちょっと不安定な状態やから、その喧嘩がすごく多いんじゃないかなって、うん、でその喧嘩っていうのをなくしていきたい、うん、自分が安定するためにはこの不安定な状態で喧嘩していたら何も、うん、考えられない、仕事とも手につかない、うん、で何かやったらミスをしてしまう、まあ、それでまたトラブルに巻き込まれるっていう意味もあるし、あなたとの間にトラブルっていうのが発生するっていうこともあるから、なるべくそれを気をつけようって思うように出てきていると思います。まあ独占欲が強いからね、喧嘩は多分するのは、まあ、好きやったらみんなね当たり前やと思うねんけど、やっぱり喧嘩した時ってみんな好きやからこそ、まあ喧嘩して頭の中が、うん、その人のことばっかり考えて何も手につかなかったりとか、そういうことがあったりとかで、ちょっと仕事で失敗してそこでトラブルが発生してとか、そういうことがあるから、そういうことが起きないように行動していこうと思っていると思います。でこれは彼は多分ねよく喋る方だと思います。これはあの鳥のカードなんですけど、鳥っていうのをねよくチュンチュンチュンって、まあコミュニケーションっていう意味もあるんですけど、であの情報収集っていう意味もあります。もっともっと今不安定な状態からちゃんと起動させるために、うん、情報収集するとか、または、うん、SNS、うん、LINE とかそういうのでコミュニケーションを取っていこうって思ってるかもしれないし、あなたととにかくこの人は多分よく喋るねんね、うん、でその話を聞いてほしいっていうのもあるから、そこでまあ今までの行動で、まあ、よく喋ってて、もしかしたら LINE を勝手に見たりとか、独占欲が強いから、だからそういうのでこれ情報とかっていう意味を SNS インターネットとかそういう系の機械系のことなんで、そういうので今まで見てたかもしれないです。携帯貸せとか、そういう風に見せろとか言ったりとか、勝手に見たりとか、そういうことをしてたかもしれないです。でもそれをもうやめようと、やっても良くないと思って、それを頑張って行動にしていこうと思ってるとのんままは思います。うん、だから2番さんが知らないところで携帯をもしかしたら見られてるっていう可能性は高いです。何かまあインスタ、フェイスブックで、ツイッターとかそういうのであなたのことをとにかく知りたいっていうので結構情報とかに長けてると思うから、そういうのであなたのことを見てる、監視してるっていう意味もあるから、ちょっとそれをやめていこうっていう意味もあると思います。うん、で2番さんは、うん、あくまでもポジティブにいてくださいっていうカードが出てます。まあね、多分ね喧嘩をよくしてると思うんです。うん、上も下も見ててやっぱりちょっと不安定な状態でいてるから、でも彼はすごく独占欲が強いし、なんていうかな、独り占めにしたいっていう気持ちがあるから、それがちょっと二番さんがしんどい時があるかもしれない。でもそれを行動として、うん、
いい方向に持っていくか、それかもうどうしようもなくなって、この状態がなくなって、もう独占欲が湧いて喧嘩してっていう場合もあるかもしれないです。でもあくまでも2番さんがポジティブでいてることで状況はすごく変わっていくと思います。2人が同じようにネガティブでいたりとかすると、やっぱりマイナスの方向に進んでしまうんで、まずね、相手を変わらそうと思うんであれば、自分が先に変わるっていうのがのままいつもね、自分のチャンネルで言ってるんですけど、相手を変えることはできないです。まず自分をが変わってから、だから2番さんがポジティブに言ってたら彼もポジティブになれると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、その行動のところでは、独占欲をなくすということであったり、監視をしているかもしれないというのがありましたけれどもね、それはお相手の方が今ね、不安定な状態であったり、何かにとらわれ続けていて、自由が利かない、ね、自分の思い通りにならない現実が続いているがゆえにですね、自信をなくされているんじゃないかなと思います。で、自信がね、ない時というのはね、やっぱり、人間極端な行動をね、取ってしまうこともあると思うんですね。何か自分に自信がないから相手のことをもっと知ろうとかね、こんなことをしようとかね、そういったことをしてしまいがちだと思うんですが、まさにお相手の方が今そういった状態に陥ってしまっているのかもしれません。でもあくまでもね、お相手の方のその行動の真意としては、あなたとの関係を良くしていきたい、あなたのことを知って、あなたの状況を知って、何か今につなげられないかとかね、もしかしたらそのね、不安で仕方ない中で、あなたのことを知ることで、それがお相手の方の安心感につながっているのかもしれません。そういった意図でね、行動していらっしゃるっていうことなのかなと思うので、それらをね、いろいろ、あなた自身も先ほどね、ポジティブであり続けるっていうのがありましたけれども、ネガティブに捉えるんじゃなくてね、お相手の方はそういう意味でね、こんな行動しているんだ、ちょっとやり方はね、あまり良くないかもしれないけれども、そういった意図があったんだなっていうぐらいの、それぐらいのね、ポジティブであり寛容な気持ちであなたが接していけば、お相手の方も少しずつね、自信をつけていかれてね、もしかしたらこれ心のね、状況で自分にロックをかけているっていう状態なのかもしれません。そこから抜け出すことができ、あなたとの関係をね、反映させていくっていうことにね、つなげていってくれるのかもしれないので、そういった形でね、ポジティブであり寛容でいるっていうことが大切になってくるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。本当にいろいろね、男の人は身を張りたいですもんね。そうなんですね、だからそういった部分での、独占欲みたいなものが出てたのかもしれないですね。本当に今回ね、B をお選びいただいた方、もしくはね、赤のね、こうお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回ね、のままさんに、リーディングしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、で今回ですね、対談の部分に関しては動画の、ね、最後の方に、ですね、少し撮らせていただくのと、動画の下の、ね、概要欄にですね、のんまま様とですね、コラボさせていただいた、のんまま様の、ね、チャンネルで、私が登場しているコラボ動画もね、リンク貼っておきますので、そちらもぜひ、ご覧いただけますと幸いです。ぜひ見てください。はい、よろしくお願いいたします。ということで今回もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後に C もしくはね、緑の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていこうと思います。今回ですね、カードをオープンしていく前にですね、カードの説明からさせていただくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方がですね、あなたに対して今どんなお気持ちを抱いていらっしゃるのかというのを表すカードになっております。で、こちらはですね、私がリーディングしていきます。で、下のカードですけれども、こちらがですね、あなたが今気になっているお相手の方が今後ね、どんな行動を取ろうと思っていらっしゃるのかっていうのを表すカード、そしてアドバイスカードがありますけれども、こちらをですね、のんまむさんにリーディングしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、早速カードのオープンからしていきたいと思います。はい、はい、ではね、下のカードお願いします。オープン。ちょっと緊張してるのままですなんかいつもと動画が違うんですか、ね、いつもと違いますよ、はい、多分みんな見たらいつもののままじゃないって言われます。あ、本当ですか。はい、
ありがとうございます。そしたらこちらのね、はい、カードが出ました。ではですね、早速上のカードからね、見ていきたいと思います。お相手の方が今どんなねお気持ちでいらっしゃるのかっていうね、カードになるんですが、うん、そうですね、まあ非常にね、まあ、お相手の方、うん、まあ、精神面としてはですね、まあ、非常に健康な状態ではあるのかなというふうに思うんですが、じゃあそのねエネルギーを今あなたに対して向けられるのかっていうと、そうではなくてね、何かこう自分の目標であったり夢にね、そのエネルギーを向けたいっていうお気持ちでいらっしゃるのかなと思います。でこれはね、あなたに対する興味関心がなくなったということであったり、あなたへの、まあ、好きという気持ちがね消えてしまったというわけではなく、あなたとの関係、恋愛よりも今は優先したいものが目の前にある、そういったお気持ちでいらっしゃるので、そちらにね、今意識を向けていらっしゃるんじゃないかというのが出ております。なのでね、このあたりそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていくんですが、まずこちらから見ていきます。はい、このカードですね、3太陽というカードになっております。太陽というカードは、まあ、太陽がね、その明るさとか元気さ、まあ、あとはポジティブさとかですね、そういったものを表す象徴であるということから、まあ、楽しく元気に過ごしているっていうね意味を表すカード、まあ、あとはですね、まあ、エネルギッシュとかですね、アクティブさっていうのを表すカードでもあります。ですのでお相手の方ね、決してその何かこう落ち込んでいたり、めいっていらっしゃっていたり、なんでしょうね、すごくこう体調を崩しているっていう場合もねあるかもしれないんですが、それをねこうネガティブに捉えすぎていなかったりね、まあ、とにかくね、まあ、明るく、ね、物事を考えようというふうに、していらっしゃるのかなと、まあ、ポジティブにね、日々をこう過ごそうとしていらっしゃるのかなという中で、じゃあね、あなたに対してあなたとの今後のことについても、まあ、明るくポジティブに考えているのかっていうと、それはねその考えていないというわけではないんですが、先ほどもお伝えした通り、それよりもまず自分の中でね、何かを優先したいものがあるんじゃないかっていうのが出ているんですね。それが次のこのカードになります。こちらですね、ソードのページというねカードになるんですが、このカードはですね、チャンスをつかむというね意味のカードになるんですね。チャンスをつかみたいというふうにお相手の方思っていらっしゃるわけなんですね。このチャンスというのがあなたとの関係を発展させるチャンスっていうのももちろんね、それ掴みたいとは思っていらっしゃると思うんですが、それよりもね、自分の今掲げている目標であったり、まあ、かねてからこう目指していた夢であったり願いをですね、実現させるチャンスを掴みたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなと。で、そのチャンスを掴むためには、やはり日々ね、こうポジティブに物事を考えていないと、チャンスっていうのは訪れないっていうことで、明るく過ごそうとしていらっしゃるんだと思うんですね。やっぱりこうね、何事もすごくこうネガティブに否定的に考えてしまっていると、目の前にチャンスが来てもそれを見逃してしまったりね、そういった人にはなかなかチャンスが訪れにくかったりするので、日々健康に、精神面も健康に、そして明るく考えて、自分の願いであったり夢であったり目標を叶えられるチャンスをね、まあ、作り出そうとしていらっしゃったり待ち望んでいる、そういった状態なのかなと思うんですね。で最後このカードを見ていくんですけれども、こちらのカードですね、これカップのキングというねカードの逆位置で出ております。でこのカードなんですが、本来正位置の時にはですね、寛容とかですね、寛大という意味のカードなんですね。すなわち心を広く持ってどんなことでも受け止めるという意味のカードになります。ですので、まあ、正位置で出ていればですね、あなたに対してそういった寛容、寛大な気持ちを向けて、あなたのどんなことでも受け止める、そういったね広い心を持っているっていうカードになるんですが、これ逆位置になりますとね、そのあなたを受け止めるというよりか、自分を今押し付けてしまうというね意味のカードになるんですね。受け入れるどころか、自分をあなたに受け入れさせようとしている、そういった状態なんですね。だからその自分を、まあ、押し通そうとしているっていうふうにも読み取れるんですが、じゃあどんな自分を押し通そうとしているのかっていうと、今はあなたとの関係、あなたとの恋愛よりも自分の願い、夢、目標に向かって突き進んでいきたい、この考えをあなたに理解してほしい、ね、押し付けていらっしゃる、押し通したい、そういったお気持ちでいらっしゃるんですね。だからなかなか今ね恋愛のことを最優先で、ね、一番ね、こう優先度を高く
考えられている状態なのかっていうと、そうではなくて、もう本当に夢に向かって突き進んでいきたい、そのね気持ちが強いので、だから今あなたがそのね恋愛に関するその要求ですね、例えばお相手の方から会ってお相手の方に会ってほしいであるとか連絡をしてほしいということを言っても、なかなかその要求に応えてくれていない理由としては、そういった今は自分にとって目指したいものがあるからそっちを優先したい、そっちの時間を取りたい、その思いがあってちょっとあなたの要求に応えられていないのかなと思います。これはね、そのあなたへの好きという気持ちがなくなったとはまた違ってね、今は夢に向かって進んでいく自分をどうか理解してほしい、そういった、まあ、直接的ではないんですけれども、あなたに対するメッセージとして、あなたに、あなたからのその要求に応えていないっていうことなのかもしれないので、まあ、そこはねちょっとこう汲み取って、あなた自身もちょっと今お相手の方との距離感っていうのを、まあ、こう調整していく、近づきすぎればそれでいいっていうわけではなくてね、時には距離を取ることが2人のねこの安定した関係につながっていくっていうこともあると思うので、まあ、そういった意図でね、もしかしたら今あなたの要求にお相手の方はね答えていらっしゃらないのかもしれないですが、これはねでもずっとあなたのことを無視し続ける要求には答えないというわけではなく、あくまでもそのね何か叶えたいものを叶えた後にはですね、今度はちゃんとあなたを受け入れていこうというふうには思っていらっしゃると思うので、タイミングとしてはまだだというふうにこう考えていらっしゃるだけなので、あなた自身もそこはねネガティブに捉える必要はないのかなというふうに思います。はい、ということでね、お気持ちについて見させて、いただきましたので、次にですね下のカードこちらね、はい、お相手の方の行動ですね、はい、についてのんままさんにですねリーディングしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、3番さんは、下これから6番これ雲のカードなんですけど、のんままはすごく良くなっていくと思います。これからこの彼はモヤモヤしてた、モヤモヤした気持ち、ほんで一旦停止っていう意味、立ち止まるっていう意味をね、さっき先生が言ってたみたいにちょっと優先にしてた、であなたのことよりも他のことを優先してた気持ちがあって一旦停止してたことから、この太陽が、こういう風に綺麗にね晴れてきて、雲がなくなって太陽が見えてきて、このモヤモヤした気持ちが晴れてすっきりするよって、これからすっきりしていくっていうのが出ています。で全体的にね本当にのままいいと思うのは、これはもうそのモヤモヤがすっきりして、まあとにかく自分になりたいことがやって、なんていうかな、決断っていうのをすっきり自分の中で、優先していたいこと、っていうのを決めた後に、その気持ちがモヤモヤってずっとしてたと思うねんけど、2人の中が、でもそれがすっきりして2人で、これはガーデンのカードです。これは2人でどっかに出かけたりとか、まあ例えばパーティーに行くとか、まあ今はねコロナとかがあるからそういうのはできないかもしれへんけど、デートに誘うとか、今まではね自分のことを優先にしてきたけど、やっぱりあなたのことが大事っていうことがこの麓と一緒に出てるので、もやもやした気持ちが晴れて、あなたのことがすごく大切と思っていろんなところに連れて行ってあげようっていう意味でね、このガーデンのカードっていうのはすごい綺麗だと思うんだけど、こういうところとか、まあちょっとね外散歩しに行くとか、まあどっか本当に近くでもいいから遊びに行こうっていうお誘いが来ると思います。で彼はねすごく3番さんのことをね、これは犬のカードです。忠実っていう、犬ってね忠実、ご主人様に対して忠誠を誓ったりっていうか、すごく信用してます。で信用してもらってるからこそ自分もしっかりしなければならないと思って、あなたのことすっごく信頼してるからこそ甘えてちょっと自分のことを優先にしてきたのではないかなと思います今ね。でも今後の行動としては、今まで自分のちょっと好き勝手なことやってきたかもしれへんけど、それを
あなたのことをね、大事にしやなあかんっていうことに気づいて、うん、そのまあなんで遊んでくれへんのよとか、自分のことをしたいってなって、もうそれがもう彼は自分のとにかくしたい、今はね、したい、優先してるっていうのがあるけど、それがもやもやっとしてたのが晴れて、あなたとデートしに行こうって、うん、こんだけまあ俺のことを愛してくれてると、うん、思って、あなたに対して、うん、忠実忠誠、うん、っていうか、もうそういう風に信頼を置ける、うん、そういう意味で出てきてるから、これからはのままはすごくいい方向に、うん、今の現状から行動にはいいように向かっていくと思います。このね、ワンちゃんのこの純粋なピュアな目がとっても可愛い、うん、ちょっとこれね、のままいつもこう慣れへんから、こう歪んで見えへんかもしれないですけど、ブーイングがあったらごめんなさいでもね、すごくあなたのことを信頼してます。うん、そんなことないよって思ってる人もいてるかもしれへんけど、いや、男の人はね、口に出してあまり言わない、うん、まあたまにね、そう言う人はいてるかもしれへんけど、お前のことを信用してるぞとかわざわざ言う人はいてないから、でもすごくあなたのことは信頼してるし、離れていかないっていう自信もあると思うから、うん、だから今現在はちょっと自分のしたいことを優先にしてやって、でもまあそれをやっとこれから今後の行動として、うん、いつになったらちゃんとしてくれんやろ、大丈夫、もうこれから行動としてあなたをどっかに連れて行ってあげたいって思ってるし、あなたのことをもうすごく大切に、うん、忠実にあなたのことも信頼してるし、うん、自分も信頼してもらえるように頑張っていくっていうのが出てるから、すごく、うん、いい方向に向かっていくと思います、うん、でこれは3番さんへのアドバイスカードがロマンスで出てるんねんけど、こことここがすごく共通してるんねんけど、うん、これからあなたにロマンスがやってきますよって、うん、いうことを、このカードエンジェルアンサーさんがね言ってんねんけど、エンジェルアンサーさんってすっごくはっきり出てくるんですよ。もうやめなさいとかね、先生 ね、 そうですね、結構ねバシって出てきますよね、はい、でもロマンスがやってくるっていうのがこの2人のこのね、ちょっと女同士かもしれない、男と女の人やけど、こういう風な感じでロマンスが、これで見えるかな、うん、こういう風にロマンスがやってきますよって、うん、今まで自分中心ちょっと自己中なところがあったかもしれへんけど、ちょっとあなたのことを考えてあなたがデートに誘ってもらえるっていうところがあって、あなたが今ちょっと自信なくしたりとかネガティブになってはいけませんよっていうことを、ロマンスが来るから楽しみにしといてくださいよっていうことを、エンジェルアンサーさんは言ってくれてます。エンジェルアンサーさんはね、やめなさいっていう時はもう手放しなさいとか、もうそういうことをズバリ出してくるけど、ロマンスっていうのが出てきてるから、もうここでデートしたい、あなたもデートしたい、デートに誘われるかもしれない、だからマイナス思考になったりとかしんひんようにと、自分一人でやりたいことやってとか思わんと、ちょっと悲観的になったりとかしやんと、プラスに考えていってデート、うん、を楽しんでやっていけるよっていうことが、もうエンジェルアンサーさんは言ってくれてるから、彼の行動はすごくガラッと、うん、変わっていくと思います。だから今までね、我慢してちょっとこの自分のやりたいことを中心にやってきたけど、それにやっと気がつく、そこまでよく耐えたねってのも思います。それがちゃんとデートに誘ってくれて、あなたのことをちゃんと考えてくれるようになるから、うん、不安になったりとかそんな気持ちにならずに、それを楽しみにして、うん、いたら、あ、やっと来たかと、うん、自分のことばかりしやがってって思ってるかもしれへんけど、もうやっと、うん、デートに誘ってくれて、いろんなところに連れて行ってくれて、あなたに3番さんにロマンスっていうのが来ますっていうのを、もうお待たせしましたっていうような感じで
来るので楽しみに待ってた方がいいとのままは思います。自己中かもしれないですけど、それによく付き合ってるなってすごいなってのまま思うけどね。のままやったら無理。先生どうですか？そうですね。まあいろんな捉え方ができるのかもしれないですけども、まあ共通して言えるのはあなたとの関係を終わらせたいと思っていらっしゃるわけではないわけなんですね。で今はその、あなたを信頼しているからこそ甘えているっていうのがありましたけど、まさにその通りなのかなと思います。だからあなたのことを信頼しているということをね、態度であったりこうあの言葉でね伝えていらっしゃらない方かもしれません。自己中というのがありましたのでね、けれども実は心の中を開けてみると、今回出たカードのようにねすごく信頼しているというのが、あるのでね、そこは甘えてるんですよね。そうですね。だからそこはあなたにしか見せていない一面だと思います。もしかしたら他の人に対してはそういった自己中なね、面は見せていないのかもしれません。だからそこは自分にしか見せていない部分を見せてくれているということで、取り方によれば素のね自分であなたに向き合ってくれているっていうことでもあると思うので、その分ねあなたがちょっとこうね、辛抱強くいなくてはいけないっていう状態なのかもしれないですが、それもね、決して無駄になるんじゃなくて報われるっていうカードが出ているんですね。すごくいいカードだからね。なので、そのね今まであなたが我慢してきたこと、辛さを感じてきたことっていうのはそのね後にその分だけ大きな成果となって帰ってくるんじゃないかなと思うので、あなた自身もねそのお相手の方にちょっとこう腹が立つこともあるかもしれないですが、それだけねこう自分にいろんな面を見せてくれているっていうことで、ポジティブに捉えていただくっていうのもね、一つ大切にはなってくるのかなと思いますし、このね歓喜の瞬間をぜひね、迎えていただけることをね、私たちも祈っておりますのでね、ぜひですねそれをこう味わっていただけたらなと思います。ロマンスを味わってください。はい、ということでね、今回のんまさんリーディングありがとうございました。Cをねお選びいただいた方、もしくは緑をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回のね動画が少しでも お役に立てれば幸いです。今回ですね、もうすぐ、動画の最後でね対談の部分についてお話ししていくというのと、あとはですね動画の下の概要欄にですね、のんままさんのチャンネルで、私が登場しているコラボ動画のねリンクも貼っておりますので、そちらもですねぜひ、ご覧いただけますと幸いです。楽しみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね次の、これそのすぐすね後に始まりますけれども、コラボもね見ていただけます、対談もね見ていただけます、幸いです、ね、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、ということでね、今回動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございました。そしてのんままさん、リーディング本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、今回はコラボ企画ということでですね、最後に少しだけ対談をねさせていただこうと思うんですけれども、実はですねのんままさんとはですね、今回お会いしたのは初めてなんですけれども、いろいろとですね、その関わりはあってですね、のんままさんがそのチャンネルを始めたぐらいの頃なんですかね。始める前ですかね、はい、の時に実はその、私のねその個人鑑定の方の LINE で、お問い合わせをしてきてくださったというかね、相談を受けた、そうですね相談をしていただいたっていうのが最初の、そのコンタクトで、そこからですね、私もまさかそのねこのタロット占い師の方になるというふうにはね、その時は思っていなかったんですけれども、いろいろと相談をね、受けさせていただいた中で、すごくこう熱意のある方なんだなっていうね、そういうふうにこう感じていただいて、今ねこう基本的には、チャンネルを見ますと複雑恋愛を ねメインにですね、私ではないその男性目線ではない人の多分いろんなこう経験をね、お持ちだと思っていて、その経験から基づくねそのリーディングとかがですね、すごくこう、いろんな方にねこう刺さっているんじゃないかなと思うのでね、ぜひそのコラボ動画だけじゃなくてですね、のままさんもこう動画ねこう更新毎日こう頑張っていらっしゃいますので、個人鑑定もねすごくお忙しい中ね頑張っていらっしゃいますので、ぜひね見ていただけたらなと思うんですが、どうでしたか今回のコラボは。いやもうとっても嬉しかったです、まさか高瀬先生に、こうやってコラボ企画をお願いして受けてもらえるなんて思ってなかったし、いやいやこちらこそ本当にありがとうございました。本当に嬉しいなと思って、
このママが本当に最初の時に悩んだりした時もすごく丁寧に質問とかも返してくれたりとかしてくれて、はい、タロットするって言った時も誰も聞くことがなくて、はい、でねちょっといろいろあって、で先生がアドバイスとかいろいろくれたからこそやっぱり今の私がいてるし、でもうすごくそういうのにも先生はどうしたらいいかっていうことを教えてもらったりとかして、こうやってねコラボできるなんてもう夢のようで、あ本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。もう皆さんとっても男前ですよ、顔出ししたらもうすごいことになりそうだからね、もうこれはもうのままの中でしまっておきます、はい、本当にもう嬉しいです、はい、うん、ありがとうございます。まあそういった形でですね、まあやっぱりこうね、まあいろんなタロット占い師さん最近まあ増えているところあるんですけれども、まあこうやってね一緒にコラボしながらですね、まあこのまあなんでしょうね、タロット占い業界をねこの盛り上げていけたらなと、いうふうにね思っておりますし、まだまだねそのタロット占いとか、まあスピリチュアルですねにまあ興味関心のない方もたくさんいると思います。まあそういった方がね少しでも興味を持っていただけるようにね、していきたいなというふうに私は思っている中で、まあ今回コラボをねさせていただいたっていうところがあって、まあ協力していただいて本当にねありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、ぜひですね、まあそののままさんの方のねチャンネルにも、はい、上がっておりますコラボ動画もね見ていただけたらなと思いますし、先生が登場してくれます。はい、私もねリーディングさせていただこうと思いますし、何かね、まあこの動画をね見ていただいているその占い師さんの方もですね、はい、ぜひまあコラボとかもね私は全然こう断るつもりもないですので、高瀬先生すぐ、はい、受け入れてくれるから本当に皆さんコラボしてどん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 ね盛り上げていきたいとのまま思っています。はい、うん、なのでねぜひまあお問い合わせとかねコメントなので知らせていただきますと幸いです。はい、本当に今回はまあ本当に貴重なねお時間いただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またね、いろんな企画もやっていこうと思いますので、はい、ぜひね、皆さんもよろしくお願いいたします。では今回最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。